今日初めてホームで楽天セネパー組合で、はい、プレーしますけど、はい、楽天エンパー組合の印象とか,ありますか印象まああの西武時代は、えー、よくビジターとして来てましたしやっぱりあのファンの皆さんと、えーまあ、ファンの皆さん、えー、球場の雰囲気選手なんかこうすごい一体感があるなというふうに 相手チームからは感じてました、はい、なんか球場を見てあ好きだなとか思うところとかってありますかあのパークっていうぐらいなんでね他の球場にはないこうなんていうんですかね分かりやすく言うと、うん、遊園地感、はい、それはどこの球場よりもやっぱり、えー、特別感が何、えー、か違うものがありますね。はい なんかイーグルスに来たことによって、なんかそう感じることとか、もしあったら、意気込みとして教えてほしいんですけど、えー、相手チームとして見てましたけども、えー、やっぱり11、2011、えー、あの当時、えー、島選手会会長のあの言葉でね、日本中の皆さんがやっぱり、えー、野球に対して、えー、元気だとか、勇気。 いう部分でえー、プロ野球選手も頑張ろうっていう気になってたと思うしでそこから2年後2013年優勝あの時やっぱ僕は西武にいましたけどもものすごく嫌なチームでしたねで今の楽天もまあ相手から見てるとやっぱり嫌だらしさあるし、えー、当然もうあの皆さんも分かってるようにピッチャー陣は強力ですし、えー、まあ残りもう シーズン、えー、半分切ってしまいましたけれども、えー、もう一回ねこうガッと、えー、上昇気流乗るような、えー、ぐらいの力に、えー、なりたいなとは思ってますね2013以来の、えー、優勝、えー、したいと思いますはい。ありがとうございますじゃあまたあのホームゲームぜひ活躍してヒーローインタビューでの自己紹介も期待してくはいわ、はい、かりました頑張りますありがとうございます、はい、ありがとうございます